もうタトゥーブワーッと入れて、なんか昔と違うスタイルの連中らがいて、そういう組織の怖い方たちっていうのは、そういうのを許さない人もいるしね。ダイヤモンドファンプ2メンバーの証。俺はもうちっちゃい時からもうこのままストリート、ヤクザにもチンピラにも並ぶ。入れ墨入れるって言ったらもう和彫り、もう必然的に自動的にやっぱ和彫り選べんスタイルが俺おかしいなって思って、ずっと。ただそういうなんか入れ墨イコールヤクザっていうのも俺は好きやなかったから、要は見せ物じゃないっていうか、なんだろう、そこだよな、コットで例えば見せるもんなんだよね。まあこれバッチリやって死ぬよね、石とかに頭当たって、ね、ここのジムクラブ ETO の代表のマサです。出身は福岡県の北九州で、俺がこっちに出てきたのは19の時で、まあ、こっちに出てきたのは向こうにいてもしょうがないから、もうこっちになんか来たような感じでキックボクシングをし、もちろんしにで、まあ、今でこそキックボクシングはやってなくて、こうやってジムで、ね、オーナーとして運営をしてるわけやけど、26まで俺も選手をやってたのかな。で、まあ、右目が見えなくなってもやめて、で今はまあ指導というか、そこからずっとなんか、まあ、格闘技やりたいなって、体動かしたいなって思いよって、でなんか自分のトレーニングスペースをただ作って、そしたらまあ看板も上げてなかった、ジムをやるつもりもなかったし、そしたらなんかやんちゃな子がこう集まってくるようになって、なんかもう今のこの EDO に至るみたいな、まあ、今でこそね、なんか地下格闘技といわれる不良を集めた団体がもう、まあ、日本中いろんなところにあるけど、北九州、もう向こうは本当なんだろうな、ヤンキーと暴力団、もうそのグレンタイトなくて、俺はもうどっちかというとその世代、ヤンキー世代の時代の人間で、その時はもうグレンタイとかいなかったけど、まあ、もう普通に暴走族っていうかバイク乗って夜走って、でまあそんな中に怖い薬剤屋さんがいて、うん、その中でひそひそと悪いこといっぱいやって、やりにくくはなってきたやろ相当多分、うん、なおさらその北九州とかはね、関西とかもそうやろうけど、今特に九州はその中でもね、日本の警察に目をつけられて、全国の警察官総出で潰しにもかかっとるみたいだけど、もう今やっぱ立ってて呼び込みするだけでパクられっていう話やしね。夏なんかは、まあ、ある仲間通して紹介をされたんやけど、夏は俺が本当にガキの頃にだけそのヤクザが好きじゃなくて、そういうスタイルも好きじゃなくて、でまあ九州出たわけやけど、まあ、数年前帰った時にすごいなんかもうアメリカンスタイル、もうタトゥーブワーッと入れて、なんか昔と違うスタイルの連中らがいて、それがまあたまたま夏で、まあ、捕まえてかっこいいねお前らみたいな、でそこからすごい仲良くなって、まあ、一見ちょっとメキシコのそのギャングスタイルっぽく見えるけど、ヒロタトゥーっていうのがあって、ヒロってすげえアーティストがいて、まあそいつが大体の人間多分ホリオンと思うけど、まあ、ゆかしって地区で、そこのナッツなんか率いるそのダイヤモンドファミリーっていうのがあるんやけど、そいつらのもうスタイルで確立されてるよね今は、うん、かっこいいすげえ。これが、ダイヤモンドファーム、俺も含めダイヤモンドファーム、で一人一人メンバーを紹介していって、まずディック・リー、ピンストライパー、アートを重んじる
和彫りも洋彫りも全部ミックス、カラーもブラックアンドグレーもミックス、まだ途中やけどここからずっとつながっていく、ボブ、ボブもは上半身からタトゥースタイルで言えばブラックアンドグレーで、まあ、和彫りもあるやっぱし洋彫りでも入れるで、やっぱ胸にはダイヤモンド、ナスキン、ボクシングジムの会長オーナータトゥースタイル見てもらったらやっぱブラックアンドグレー和彫り、で首にはやっぱしダイヤモンドファームが入ってて、でストリートファイトじゃやっぱし素手では勝てる人がおらん、クレイジー一番喧嘩強いで、ラッキー D ブラックアンドグレーもカラーも何でもある、でタトゥー見てもらったら分かるけどこういうダイヤモンドファームで、後ろ向いてもらってダイヤモンドファーム、これはもうファミリーの証、ファミリーワンライフ、一つの人生と一つの家族、もうカラーで、こっちはブラックアンドグレー、もう好きなように好きなスタイルで、ここの胸の81は日本の国際番号、ジャパン、メイドインジャパン。ブラックアンドグレーは黒一色で、黒の濃淡でこういう薄いで一つの絵をこう表現するというやり方で、まあ、発祥はこうアメリカの刑務所、プリズンタトゥーとか最初言われたけど、今はもうそれも芸術性に富んでおけブラックアンドグレーっていう名前になった。今夏たちが確立しているそのダイヤモンドファミリー率いるそのあいつらのスタイル、それを俺らがガキの頃、もう今から20年ぐらい前かにやろうと思ったら多分無理だね。やってそんなもん外に出て、もうこれだけ入れ墨ブリブリに出して音楽ガンガン鳴らして、うん、堂々と歩いたら多分速攻怖い黒塗りの車がパーチ来て金属バットでぶたれたと思う。だからそういう意味では今あいつらが堂々とそうやってあのスタイルであの街を歩いてるのは、うん、やっぱそういう多分組織の人だとかも、まあ一目は置いてんじゃないかな多分、うん、まあ、大変、相当大変だと思うよ。言ってもそのまだそのね、そういう組織の怖い方たちっていうのはそういうの許さない人もいるしね、一概にも今のヤクザスタイルも変わってきたやろうけど、そういうのを認める人もいれば、お前ヤクザじゃないのになんでそんな格好して歩けよんかっていう人間も多分いるやろうしね。でもそういうやつはやっぱ日々ぶつかってんじゃないかな。だからあいつは頑張ってると思う、うん、ヤクザに引き抜かれたりとか、それこそもうヤクザに狙われたりとか、ヤクザになんなかったらね。だけどそんな中でこのそいつらを敵に回してもやっぱりファミリー、横のつながりを大切にして、それをちゃんと形として確立したのがこの行く足スタイルで、やっぱそれを築き上げたのはあのナッツっていう男やね。ボクシングは15からやりよけ、もう17年、もう始めた時から変わらんけど、もう喧嘩が強くなりたい、男として強くなりたいでずっと続ける。俺んとこのジムはもう毎日強くなるためだけのことを考えて練習するけ、もう毎日激しいスパーリングして、実践で強くなるやり方で練習やってるから、もちろんこっから巣立ってプロになるやつもおるし、アマチュアの試合出るやつもおるし、いや俺はもう根っからのストリートやけ、イベントとか試合は一切出らん。俺はもうちっちゃい時からもうこのままストリート、ヤクザにもチンピラにもならずにずっとストリート、それはファミリーのみんな一緒やけ。俺たちのスタイルはアート、喧嘩、音楽、ファッション、これ全部でストリート。最初好きになったのはもう好きなアーティスト、バンド大好きで音楽が好きで、
その影響でタトゥーが好きになった、うん、九州でまた田舎やし、そのタトゥーに関する知識がやっぱしこう開けてない分なかったけ、やっぱし入れ墨入れるって言ったらもう和彫り、もう必然的に自動的にやっぱ和彫り、若い子もそれを見て入れ墨入れたいって言ったら和彫りを入れる、そのこう選べんスタイルが俺おかしいなって思って、ずっと最初、一番最初はカラーワークメインでやりよったけど、いろいろ出会ってきて仲間ができたら、でブラック&グレー好きになって、ブラック&グレーもしだして、全部オールジャンルでやりたいっていうのがあるね、うん、ダイヤモンドファームはもう横一線で、もう各々が尊敬し合って敬意があって、もう一緒に追ってくれることに感謝、うん、始めた理由はまあヒロと俺とディック・ディ3人で、まあ各々が一人で喧嘩しよって、うん、信じれるやつも誰もおらん中3人が出会って、うん、もうせっかくずっと寂しい思いしてきとうけ、3人でファミリー組もうぜっち、そっからスタートして、10年近く経つかな、うん、まあこの田舎町でチンピラ多い中でタトゥー出して歩くのは俺が最初で、うん、タトゥー出すことによってなんで出しとんかっつって喧嘩にもなったし、うん、でもその中でもずっとストリート貫き通していこうって思って、うん、このスタイルを貫き通しよう、まあ北九州、行橋、田川っち血の毛が多いやつが多いで、多分、うん、日本で一番悪い町と思うけ、もう喧嘩は当たり前やけ、もう目が合えば喧嘩になるし、ただの殴り合いじゃ済まんし、ね、刺されたりとかもあるし、あ、もうどんなどうする、向こうだと町で喧嘩になったら、まあ当然そこでいきなり喧嘩になることもあるけど、向こうの喧嘩のスタイルはなんかどこどこの誰々で喧嘩が強いとか言ったら、じゃあおいしゃ喧嘩しようみたいな、捕まんなければ車で行って、車の中突っ込んでそこに連れて行って、そこでもうぐちゃぐちゃにするみたいな、うん、そういう場所があったね。1億円の豪邸に住んで、はい、まあここで喧嘩してたんでしょ。そうです、もう大体ほんとこの夜になったらライトがこの辺まで、うんうんうん、まあここでバッチやって、ほんなら吹っ飛んで死ぬよね、石とかに頭当たって、ね、岩だらけってことに落ちて、うん、ヤクザにはならんの？ヤクザには絶対なりません。あ、まあ、間違いないよね、スタイルが。そうだよね、違う、まあ、夏の周り見てても、まあもちろんね、縦はしっかりしとうけど、はいはい、それ以上に横がもうすげえ仲いいよね。そうですね、その喧嘩が強いからとか、お金を持ってるからとかじゃなくて、ああもうそうなんです、ね、もうそれやっぱかっこいいし、それで夏に多分ついてくるやろうしね。入墨はなんでこのスタイルの、俺らの時やっぱ和彫りに憧れてっていうのがね、その時あったよね。ああ、ほんと早く知り合ってたら俺もこうやって入れとる。ああ、俺が一番最初に入れた時はほんともういくつだっけな、うん、学生の頃九州で入れたんやけど、その時はもう周り入れ墨入れてるような人間もいなかったし、入れ墨イコールヤクザみたいなのもあったけど、ただそういうなんか入れ墨イコールヤクザっていうのも俺は好きじゃなかったけど、でもどうしても入れたかったよね。海外の映画見てね、白髪のじいさん、ヨボヨボのじいさんがタトゥー入れてたりするのがかっこいいなと思って、単純に入れたのが一番最初やね。不良っていうのは本当にもう昔はリーゼントにして、女の子はもうなんかどれだけ前髪を立ち上げるかみたいな、そんな感じだったけどね。今はなんだろう、不良アンダーグラウンド、ヒップホップとか、逆にそういうところからなんかちょっと一般人、普通の人がしないような、まあちょっとマリファナやってみたりとかいうところからちょっと悪くなって、だけど悪いっていうイメージが昔と違うよね、ちょっと今は。でもこの間こう久々に本当に10年ぶりぐらいに地元、今住んでる地元横須賀の方で、そのまあ、見るからに現役の人に声かけられた、うん、なんでお前そんな
入れ墨出して歩いてんだみたいな、どこの人間だみたいな。まあでももう俺も暴力団好きじゃないし、そこは言ったよね、もうしっかり、うん、俺はファッションで入れとうし、俺が組織の人間やったらやっぱり隠して歩くけど、俺は組織の人間やないっけ、ファッションで入れとうけ、こうやって出して歩いてるっつって、うん、もういいかっつって、うん、俺がヤクザに入んなかったのはやっぱそのね、ヤクザが嫌いやし、そんな嫌い、なんで嫌いかっつって、自分のやりたいこともやれんし、自分のファッションスタイルもできんし、入れ墨一つにしたってヤクザになりました、じゃあ虎を入れてください、竜を入れてくださいって話やん。そんなん入れたくないしね、うん。ヤクザはとにかく今銀行口座を持ってないんで、社会的にまともな生活が営めない状態なので、とりあえず合法的なしのぎからは排除されていると。で、違法なしのぎがどのぐらいあるかっていうのは難しいんだけど、ほぼ違法なしのぎが半分ぐらい、それは覚醒剤とか、売春とかで、その半残り半分が隠れ蓑になる仇を介する合法事業だという感じにシフトしています。30年前はもっと、博打が大っぴらにできたので、大方の暴力団は博打で飯を食っていました。ヤクザのファッションって何て言うんだろうな、今はスーツの色を指定されたり、ネクタイの色を指定されたり、とにかくあんまりギャング的な格好はできないと、一般人に紛れるような格好を指定するっていう形になっていて、ただ30年前は本当にヤクザ特有の髪型とか、服装、派手な服装とかアクセサリーとかありましたけど、今は本当に格好では一般人と全然わからないと、区別できないような状況になってます。まあ、つまり暴力団って会社と違うんで全く給料が出ないんですよね。だから若い人間が魅力に感じる部分がほとんどなくて、給料も出ないし、生活もできないし、つまり時間も取られるし、休みもないということで、どんどんもうなり手が少なくなっていると、もうおじいちゃんばっかりの暴力団っていうのがたくさんあるってことですね。昔のグレン隊っていうのは本当にその規模も大きかったし、人数も多かったし、ヤクザとガチンコで正面からぶつかって、やるというようなスタイルだったんですけど、今はそういう団体はいなくて、ほぼヤクザの下について、ヤクザを表面上は立てつかないで、裏の方でヤクザの威嚇力を使ってしのぎをすると、時に仇になって時にヤクザになるっていうようなスタイルになってます。そう、彼が昔から俺が出てきた頃の仲間で、俺が出てきた時はまだ現役でいわゆる組織の人間だったけど、俺と出会って、まあ、組織も辞めて、まあ、もうこれ彼がずっと組織の人間だったら俺は付き合ってないしね。今はもう組織の人間じゃないから、もう要望も関係なく、彼は彼なりのかっこいいスタイルを今追求していってるよな。あれなんで結局やめたか、やっぱりその縛りだったりとか、そう、時間の強制だったりとか、24時間、ね、ついてなきゃいけないとか、まあ、だったらもっと自分スタイルを行きたくて、まあ、やめたっていうか。いや、ちょっと今からじゃあタトゥーショップ、俺らがもうお世話になってるここの横須賀地域のもう大先輩、大志くんっつってね、ブラックインクフライ、うん、タトゥーを入れ行こうかなっていう。今日何入れる？まだ考えてないですけど、ちょっとワンポイント増やしたいなっていう。前は要は日本人だし、日本イコール仏教ではないけど、その神とか、その本当の古い意味があるようなものをなんか入れたくて入れてたって感じ。まあ、そう、どっちに転んでも日本人だから日本のものは入れて後悔もないし、要は見せ物じゃないっていうか、なんだろう、あそこだよな、根本的に。タトゥーは見せるもんなんだよね。墨は日本伝統性っていうのは隠すもんっていうのはヤクザがよく口にすることかな。そうっすね。なんか気づかないうちになんか和彫りは隠すもんだっていうなんかイメージっていうか。本当こう本当何年ですもんね。こうやってタトゥーがみんな入れ始めて、みんな出して歩けるようになったっていうか。
いいことだか悪いことだか本当分かんないけど、それが昔はこういうスタイル見たらどう思いましたか、こういうタトゥーのスタイル見たら。いたずら彫りとか言われるよな、ヤクザからしてみたら。なんだそれ、いたずら彫りだろって軽く見られる感じかな。もう完全にそうですね、分けられて見れますもんね。そう、俺らのは違う、うん、俺は10代終わりぐらいにやって、まあ年数は短い、1年半ぐらいやって、で、まあ普通の仕事ついたけど、なんか忘れられないことがあって、もう一回出戻りして、で、最終的に本当にもうかっこいいじゃないの、うん、まあやっぱ、俺はやっぱ違うんだなっていう、もう一回、だ結局トータルするとまあ4年ぐらいかな。でもやっぱ汚い辞め方しない限りは、やっぱまあもちろんその、ね、団体によっても違うかもしれないですけど、結構ウェルカムのところもやっぱあるんですよね。なんか古き良き時代っていうか、困ったら来いやみたいな、うん、いつでも面倒見てやるからみたいな。池の人だよね、そういう人だから。そうですね。なんで昔にそういう団体に入りたかったかっていうのは、何なんだろう、もう別に普通のことするのが面白くないし、なんか真面目の意味も分かんないし、まあ、一番はやることがなくて、なんか先輩なんかも入ってて、なんかすげえ楽しそうだし、まあ、プラス金も稼げそうだからっていう軽い気持ちかな、最初は。俺なんか学生っていうか高校行ってた時に、俺ヤクザになるから辞めるわって学校辞めてってやつもいるし、ほーみたいな、まあ、そういう今だったら考えられないことだし、その時代的に。その辞めたのはやっぱなんだろう、まあ、真面目になりたいって言ったら言い方は変だけどタトゥーが入れたかったからかなまあまあそれは冗談だけど、なんかずっとその場所にいることもできただろうけど、やっぱもう自分がやりたいことってのはそこじゃなかったんだなって気づいたからかな。ヤクザに入んなかった、なんだろうな、まあ俺はヤクザが嫌い、もうその一つやね、それだけ。その人を騙したりっていうのもその好きじゃないし、ヤクザの中にはもうなんかね、縦社会はしっかりあると思うけど、縦しかないし、その中で今でいうそのグレン隊とかっていうのは、やっぱ縦ももちろんしっかりあるけど、それ以上にやっぱ横 の、ね、仲間意識、やっぱそういうのが強いし、そういうのがあって俺はヤクザにはなりたくなかったし、まあなんないし、いずれにしてもヤクザは。俺はその俺らは多分正義とは思っとるけど、やっぱしそのタトゥーを見せていくとか、その俺らのこう主張が受け入れられん人からしたら、ノリだけで主は悪とか思われるかもしれんで、その見る人が見て、それはもう悪か正義かはその俺らを見た人が決めればいいし、まあファッションが好きだったり音楽が好きだったり、うん、もう自由でも自由やけど責任の取れん自由を求めてない、みんな責任を取れる自由を手にして。ちょっと触らせて。いいね。本当にこれするのに、絵にね興味があるんだ。絵か。でもお花もアートですよね。ね。うん。見せていただきました。ありがとうございます。本当はいい人なんですよ、みんな。